今夜はですね、深夜にファミリーレストランに来ました。で、注文したのがどれだったかな、 DD がこちらのシエルブルーのグラスパフェで、カメラマンさんがこれかな、マロンのグラスカフェ、グラスパフェを注文しました。今日ね、深夜にファミレストランに来てますので、貴重なカメラマンさんがすっぴんの日となりますだからすっぴんなんでチラッチラッとしか撮れませんのでね。さあ、ちょっとカメラ切り替えます。じゃあ、こんばんは、リリネコちゃんです。やりん、はい、今夜は夜のファミリーレストランに来てます。週刊リリーとカメラマンさんのファミリーレストラン編、ご覧ください。今コロナなんであれだね、この店は11時半オーダーストップの12時閉店になってました。で、ドリンクバーは15分前にストップで、まあ、12時閉店、昔あったら、昔ここでは24時間いやー24時間やったんやろか、トマトアンドオニアンの方が2時までやったんやな。そうだったよね。夜に出歩くことないしね。でも飲食店の業、飲食店の感じがコロッと変わった。本当に変わったな。まあ、いい場合と悪い場合があるね。もともとお客さんが来なければ早く閉めた方がいいしね。もともと来なければね。で、敦賀市は大野市より大きいけど、一回り大きいけど、とはいえ深夜あんまりうろうろする人はあんまりないと思うんだよね、基本的に。名古屋とか東京とかに比べたら。どこが？敦賀が。敦賀が、まあ、人は多いけど、大野に比べると。なんか何これ、いちごオーレ、いちごオーレ、すごい甘い匂いする。見えるかな？見えんのじゃない。ハニードリンク、違う、ハニードリンク、ハニードリンク、スイートドリンク。めっちゃ甘い匂いする。すごい甘い。DD の、はい、いいやな、ちょっともうちょっと小さくねいけもっとこれぐらいのイメージだったよな。そうやな。さあ、いただきます。夜のね、これデザート、昔からこれミントの葉、これ食べれるって知ってました？食べれるよ、食べれるやろ。そう、昔からあるね、これね。リリー久しぶりのファミレストランですわ。美味しそう。なんでこれ、このアメーバみたいなのなあ、これビヨーンって。アメーバって、あ、ゼリーか。ゼリーやな。あ、結構ソース甘い。甘い。マロンやろ。マロン、マロンソースが甘い。あー、なんか悪いことしてるみたいな感じで、夜って美味しい。下のソースまたおしゃれな、なんかホテルとかに出てきそうなんだよな、これ。もう一回小さいかな、ホテルに置いたりさ、バイキング。あ、ちっちゃいと思う。美味しい。すごい美味しい。
世の中は本当変わっていく。リリーが、の学生の頃アルバイトしてたデニーズの頃は、まあ、ちょっと前まででもそうだったけど、まあ、喫煙席あったし、うん、禁煙席ですか喫煙席ですかっていうのがあったし、うん、24時間だったし、今はもう時短だし、うん、まあタバコもねもう吸わないような流れになってるし、ほんと変わっちゃったな本当に、うん、でやっぱりあれじゃない、家で食べる人が多くなったんだよね。そうやな、出かけるより、うん、ね、うん、そうやな、ステイホームやな、うん、すごい、そんな世の中になりました。あ、これアイスや、おいしい、うん、アイスが入っとった。ミント食べた？ミントここに置いてある。ミントの葉、リリーは食べます。昔、リリーが働いてた頃はナタデココというのがあって、うん、大流行、うん、ナタデココを引いて、うん、ストロベリーソースを1杯かけたかな、うん、1杯かけてバニラアイス乗っけて、うん、でミントの葉をポンと抜けただったと思うけど、うん、うんうんうん、ミントの葉美味しい、美味しい。みんな食べるんかな、私は食べるな。懐かしいわ、美味しい。当時 DD はね深夜入ってたんです。夜10時から朝8時までかな、そんな入っとったんや、うん、10時8時か、10時8時で働いてて、その後仕事終わりで10時8時、うん、何時間働いてった11、12、1、2、3、4、5、6、7、8あれ違うな、10時6時か、11、12、1、2、3、4、5、6、8時間、うん、10時、6時間。その後、お着替えとかしてたらモーニングが始まるので、うん、あ、モーニングが6時からだったのかな、7時だったかな、ちょっとね、記憶ないんだけど、で、モーニングを食べて、上がりでみんなで、で、その後ボウリング行って、カラオケ行って、元気やな。そう、で、その後、寝ずに、確か、そのまままた夜、深夜10時から6時まで、うん、働いてたな、若い頃。うん、学校行っとった？大学生の、うんうん、あ、どれ土日の話？あ、土日か、うん、とか夏休みとか冬休みの話、うん、美味しいな、美味しかった、なん、うん、すごい、これビヨーンってなる、これアメーバみたいアメーバにハマっとるんだ、うん、おいしい、うん、すごいよこれ、もう、これは何のあれ、何味、何や、何やこれ、なんかすごいな、これ何て言うんだよ、この未知の、うん、未知の、未知の世界な、何やろこれ、これあれなんかパンナコッタみたいな、うん、うん、パンナコッタ、うん、杏仁豆腐っぽい、そう、なんか、うん、見えた、パンナコッタって出てきた、懐かしいわ、パンナコッタおしゃれ、知っとる、パンナコッタ、知っとる、あのナタデココに次にブームなんだよ、そうなんや、うん、だってデニーズでもあったもん、うん、でもナタデココよりのブームにはならんかった、うん、やっぱでもあれだよね、仕掛ける人が一生懸命仕掛けようとしとったんだろうね、うん、だからそれほど大ブームにはならんかった、至らんかったやな、うん、ブームにあったけどね、うん、だって DD が知ってるくらいだよね、パンナコッタ、なあ、なあ、よう知っとるかな、うん、おしゃれや、おしゃんや、ごちそうさまです、おしゃれ、美味しかった。さあ、カメラマンさんはね、うん、ちょっとお店が働いてたお店が、まあ、なくなってしまって、まあ、仕事をずっと探してた状況で、DD、まあ、仕事を探してる時は、まあ、DDKDDB をねちょっとお手伝いしてもらってたんですけど、まあ、この度ね、あのお仕事が決まりまして、いよいよ来年からちょっともね仕事をするっていうことなの で、うん、でね、あの今日はね DD からね転職のお祝いを転職のお祝いを何それカメラマンさんに転職のお祝いです、はい、嘘や、いつ仕込んできた、ちょっと開けてみたら、嬉しい、転職のお祝い、マジで、あ、あれかとなるよ、あれ、あ、あれやと、あれやって、今開けたらもうないやろ、今使ってた、あれで終わる、皆さん何かね、わからないと思いますが、あれなんですわあれ、あの一回ね、あの同じもの送ってます、カメラマンさんに催促したんや、うん、
そう、私もらっていいのこれ、嬉しい。転職祝い。転職祝い、うん、ありがとう。ちょっと催促した感があったよね。でもどれぐらい使ったあれ、もう1年、ね、ちっともなくならんかったね。うん、長いこと使ってくれてたんですわ。まだあるよ、でももうちょっと、うん、なんかよう思った方だよね、あれ。あんな持つもんなんかな。どうなんやろな。途中でポキッともならず、うん、SS ポキッとなるもんね。なる。皆さん何かなって、ね、なら何だと思ってるかもしれない。でもこの形からするとわかるでしょ、うん、同じもんやな。うん、よいしょ。同じもん、全く同じもん。だからマイナスも捨ててさ、捨ててでもなくなるんやろ。あ、なくなるよ。さ、何か分かるかな。リップか。リップ。でも違う色入ってどうする。くじめにやったらリップやな。リップです。リップ。そう、カメラマンさんに何年前やったら、はい、何年プレゼントしたんやったかな。誕生日か。やっぱり動画残しとかなかんな。あれは撮ってないな。そういうわけで転職のお祝い。転職なのかな。店なくなっちゃったやでな。転職とはない。転職ではないな。やっぱ就職。就職。就職。やっぱ就職じゃない。転職、まあ転職ではないと思う。そう、また使ってください、うん。ありがとうございます。嬉しいやろそれ。うん、これちょうどなくなってきたね。そう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 。うん、そうなの。まあ、それで今回はその夜 の、はいはい、特別版、はい、ファミレス版 DD とカメラマンさんの、あ、週刊 DD とカメラマンさんの何が仕込んでたんや、知らんかった。編ということで、はい、ありがとうございます。また大切に使わせてもらいます、はい、1年もそうやか。1年かな、多分1年ぐらいじゃない。1年ぐらいかな。だって考えられるんだったら記念日って言ったらクリスマスと誕生日と、うん、何があった、それぐらいじゃない。誕生日と、そうなの、そうなの、うん、またこんな可愛い、うん、さあ、ま、大事に使います。さあ、リリーの、ね、プレゼント攻撃第2弾なのかな。クリスマスプレゼントと転職。転職家は今回特別だったんですけど、あ、お誕生日か。誕生日、クリスマス、転職祝い、あとね、もう一個控えてます。とりあえずはそれで終わり。まあね、記念日がね、カメラマンさんはね、重なってるんですよね。クリスマスと誕生日が近いので、これどうしてもね。カメラマン、別に一緒でいいと思う。で、それに合わせてね、転職がまた綺麗に決まったっていうね、もうギュンとこの、記念日が集まっちゃったんで、まあ、致し方なしと、はい。さあ、今夜はこんなところにしておきましょうか。いつものように、チャンネル登録とグッドボタン、歯磨き、忘れないでください。いいね見てください。おやすみ。何年するの？ドッグフリーター。